あれ？ここに乗らないんですか？ジャン君、日向ぼっこじゃないな。さっきあそこ行って。ポンちゃんは行った？うん、よし、じゃあ行こう。あれ？あれ？ポンちゃん。はい、ポンちゃん。はい。あ、いいよ、だって。ポンちゃん、こっちかい。はい。はい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 、一人になって寂しいね。おいで。はいはい、ジャン君おいで。はいはい、ジャン君。あー、じゃあジャン君、はい、ここおいで。あー、おいで。はい、はい、ジャン君。はい、あー、ジャン君通った。おいで、日向ぼっこできるよ。ジャン君、ジャン君どうぞ。はい、ジャン君、ジャン君すっごい見て、ジャン君ほら、よいしょ。ちょっともううちの中で少ない日向だよ。はい、はい、おいで。うん、どうぞ。ジャン君おいで。ジャン君呼ばれてるよ。おいで、こっちへ。で、おいで。どうぞ。ジャン君、どうぞ。来ないの。いいんですか。なんでですか。せっかく日が当たってたのにね。ポンちゃん、今夫婦でちょっとお出かけをしてご飯を食べて老眼鏡を作って、そして帰ってきました。メガネ高いね。この辺では結構安い方のお店で作りましたが、まあまあしちゃいました。はい、よいしょ。ニャントーク稼働中。人間の声には反応しないんだね、うん、これをですね、動画で撮ったポンちゃん、なんと言っているのかを知ら、あらら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 、あらら、あ、大丈夫、稼働していません。どうしたらいいのこれ。そのままじゃあのポンちゃんが泣けばいいの。こうやって置いとけばわかるか。映らないかな。ちょっと待って、か暗く、暗めにしたらいいのか。行くよ。ポンちゃん、はい、あれ、あったすごい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 、大好きだよ、だよ。大好きだよって言った。
あれ今のは取れなかった。もう一回もう一回。恋をしているのって言ってるよ。ポンちゃん、そうだったの。そうだったのか。よかった。恋に誘われて本人が出てきました。ジャン君もね。そうなの、ポンちゃん。言ってよ。言ったんだよね。ジャン君。ジャントーク、すげえ。中がいてラフタリさん、今動画の編集してるけどずっと仲がいいね、君たちね。いろんなことがあっても仲がいいんだね。偉いね。